やりすぎですね。あ、今の1位はあれの方です。お、ありがとうございます。そして2位はスミスさん。他の皆さんもタワーとかありがとうございます、はい、で3位はクアルさんです。ありがとうございます。クアルアットディアーズベルギーさん、ありがとうございます。はい、初めての方もねいると思いますので、まずは自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、では行きますよ。息から、はい、いきなり息息、ハートはドキドキ、一気にウキウキ、やっぱりミキ、ありがとうございます。ミキコタンの水木です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、リカティと一緒にレッツパーティー、ピーチティーよりもリカティーを選んでね。はい、ありがとうございます。千葉県出身リカティーこと清水リカです。よろしくお願いします。すごい、千葉県なんや。関東やな。え、今知りました。いや、関東っていうのは知っててんけど、はい、関東圏やと思ってて、千葉県は知らんかった。関東圏やと思ってて、関東っていうところやと思ってて、千葉県は知らんかった。そうなんですね。都道府県を初めて知った。いやー、なるほどなるほど。すごいすごい。なるほど。はい、はい、番組ハッシュタグはハッシュタグ NMB48 のしゃべくりアワーです。番組の感想などをどんどん書いてくださいね。放送終了後私たちもチェックするので、いいこといっぱい書いてください。わら。ということで、今日は18時までお楽しみください。よろしくお願いします。お願いします。まあこんな感じで始まったんですけどね。うん、まあ私たちもうすぐ2月29日に行われる、うん、TGC の2020がね行われるんですけれども、うんうん、なんかその TGC が迫ってるんですけど、その日に向けて何かしていることとかってありますか？ね、でも私は結構なんかレッスンとかでいっぱい踊ったりしたので、はいはい、なんか結構ね、なんか踊ったりしたので、はい、そのなんか体型を モデル体型に戻すために頑張ってます。あ、なるほどなるほど。なんか、うん、変な筋肉とかついちゃったから。あ、そうそうそう、なるほどですね、はい、なるほど。そんな感じで、そう、食事制限とかもあれからしましたし、はいはいはい、でも、うん、なんかやっぱり踊ってるとか、 なんかレッスンとか結構毎日なんか一日中やってたじゃんか、うん、からその時は結構体力ねつけないといけないから、うん、いっぱいご飯とか食べに行ってもな。そう、逆に食べないとダメですもんね、うんうん、顔色とかも悪くなりますし。そうそうそう、今からは、はい、こう抑える期間に入ってます、はい、ですよね、はい、やっぱり戦闘モードドドン。でもやっぱそうですね、はい、なんか私も、うん、そう、なんか結構普通にレッスン期間は、うん、あのリーダーってこともあったので、うんうん、あの結構蓄えてたんですけど、うん、次はね、あのもうランウェイなので、うん、もう餌みたいな生活。いやでも本当一生にね一、うん、回本当あるかないかでもっていうか、はい、もうね、そうなので、はい、やっぱり自分の一番もいい完璧なコンディションで出たいから、うんうん、そこはねストイックに頑張ってます、うん、あとなんかすごいやっぱり、はい、なんかモデルとアイドルって比べられちゃうこともあると思うし、そうなんか NMB が1位を独占したじゃないですか、うんうん、だからそのあ、だから一応独占できたんだねってこう、うんうんうん、なんですかね、こう納得してもらえるように、確かにそう、あ、この子たちだから1位になったんだって思われるようなメンバーになりたいので、うん、だからみんなで本当に頑張って NMB48 が見つかって見つかっ、まあ、もう見つかってるんですけど、さらにシークレットウェポン、さらにこんな子たちがいたんだって、はい、すごい子たちがいるんだって思ってもらえるように私たちも頑張りたいなと思うので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。はい、それでは今日は1時間改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、さて、はじめはコーナーに参りましょう。そのコーナーとは題して初出し NMB です。はい、今回は今までどこにも見せたことないお話、物、写真などは写真などをこのしゃべくりアワーで初出ししようというコーナーです。はい、それでは私の初出しから参りましょう。いや怖い、なんかミスさんの初出しって何？そう、でもほぼ初出しな気がする。いや、そんなことないですよ。 TGC の、 さ、あのこの間の冠ライブのことで、で, すかね、では、いきます。言っちゃった、先に言っちゃった、先に言っちゃった、記憶を消してください。はい、いきます。せーの、じゃん、初冠ライブ。あれ、なんか反射で、なんかここにも書いてあるかと思ったら本当になかった。いや、書いてないです。
ここはこういうシステムで毎回やりくりしています。あ、なるほどなるほど、はい、はい、こんな感じでカムイライブ。そうなんですよ、私本当に冠ライブ今やってるんですけど、この NMB シアターで毎月何名かずつ、はいはい、初めてで、リカティとかは結構ねソロとかやって、ソロでたくさんやらせてもらったんですけど、うんうん、え、初めてってことですか？初めてです。あ、初めて。そうなんだ。もうね、でも一人になってくるとやばいよね、多分きっとね。え、一人の時は本当に緊張しますね。それではどうぞ。あー、すごい。私たちね、この4人で冠ライブをしましたよっていう写真。それが初出しってことですね。あ、でも、みーきちゃんインスタ全然更新しないからやばいですよね。いや、どんなどんな反応していい？で、これはまだ載せてなかったってことですかね。そう、載せてない写真を。なるほどなるほど。しました。ね、これすごいね、衣装もね、はい、なんか可愛かった。そうなんですよ、私がこう選んだんですけれども、ね、素敵な衣装を着させていただいてキラキラ輝けて嬉しかったです。なんか実際じゃあその冠ライブってものやってみてどうでしたか？はい、冠ライブっていうものやってみて、はいはい、いや本当にもうね、トークとかも、ね、はい、完全生、はい、完全生放送、はい、なのでいつも生です。いつも生放送、生配信で、はい、ね、あの頭の回転をすごくアンテナを張り巡らせとかないと、はいはい、あの編集ができないので、はい、すごくあのどういうことなんかこう喋っちゃいけないことを言わないかなってこうね、なんか生放送なりのドキドキ感を与えながら、はい、な、与えられながらやりました。伝わんない伝わんないこれ。なるほどなるほど。はい、でももう一枚あるんですよ。はい、あ、もう一枚、はい、じゃん。あ、これは終わった後の笑顔です。はい、いやでもみきちゃん笑ってないですけど。笑ってない。それやっぱ決めとかないとって思って、はい、もうつなげて。いやでもあの実際カンパネーブをやってみたんですけど、はい、なんか本当にこの4人で集まることって絶対このイベントがなかったらやる、絶対集まらないようなメンバーだったと思うんですけど、そう、うん、そうなんか2期生、5期生、6期生、2人で、そう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 、幅広くね、もらったんですけど、でも、なんだろう、本当にやってて、ファンの方からの、あのコールだったりとか、すごい、うちわがすごかったんですよ。え、そうそうそう、確かに。うちわとか、そういう皆さんが持ってるものがすごくて、はい、だからなんか、で、あと、私たちがこうステージに出たら、黄色い歓声が、うん、たくすごい多かって、今回この冠ライブは、うん、ね、今までそんなことなかったじゃないですか。浴びたことのない、姫？姫？歓声です。歓声？姫じゃない。だからなんか、そういう風に、なんかそれが当たり前になれるようなアイドルになりたいなって思いましたね、本当に。本当にね、私たちがステージに出たら、キャーキャーって言われるようなメンバーに今後なっていきたいなってすごい ね、 みんなで言いますね。私の写真ですごい全部喋ってくれてありがとう。みゆきさん何も喋んないから。いや、喋るの本当苦手なんですよね、うん、でもね、ダメなのでアイドルとしては。いやいや、喋らないといけないので。ね、これあのポイントは T シャツもなんですよね、はい、みんなで、はいはいはい、みんなの顔また出してください。みんなのね、 T シャツをね作って、それぞれのすごいなんかちょっとインスタチェキ風みたいな、そういう感じで、うん、でこのなんか T シャツもファンの方が欲しいって言ってくださったので、うん、いつかこれが公式グッズになれるように、ね、グッズ化したいですよね。私たちも頑張ろうねって思いました。強く思った後編でした。はい、それでは私の初出しに参りましょう。私の初出しはこちら、ガブリカティです。ちょっとね、お肉とかがあるんですけどね、ちょっとこれは写真をひとまず見ていただけたら嬉しいです。どうぞ。え、すごい。違う、これはちょっと理由がありまして、なんか私って、まあ、普段結構笑ったりとかはしゃいだりするんですけど、結構 SNS をね、あのなんだろう、SNS をこだわってるので、うんうん、SNS には結構キメ顔、こうなんか、うん、結構なんかキメ顔とか絶対に こうこだわりが強いので、キメ顔とかしか載せることがなかったんですけれども、はい、これね、
あのお兄ちゃんが大阪に遊びに来てまして、うんうんうん、お兄ちゃんとユニバーサルスタジオジャパンに行った時の写真なんですけど、うん、これやっぱ家族だから気を許してもうこんな顔ばっかりめっちゃしてたんですよ、うん、えでもねファンの人すごい嬉しいんじゃないですかこんな顔見れてる。でもなんかお兄ちゃん曰くこういうのも可愛いよって載せた方がいいよって言われたので、うん、ちょっとここで公開したんですけど、すごい恐竜のお肉食べてるんですか。え違いますねこれ違う、これ何恐竜かぶってるんですけどこれソーセージ。あソーセージ。でもなんかすごいサメの餌食っていう。あーなんか見たことあるわ、あのなんか、ね、商品名 で、なんかお兄ちゃんがこういうのも載せなよって喜んでくれるよって言われたから。え買ってよかったね今日ね。これ買ってよかった。買ってうんサメの餌食買ってよかったね。でこういうね撮れたしこんな写真も。やっぱモデルになりたいということなのでね、うん、こういろんな表情もできるようになっていかないといけないのかなと思うので、うん、ね出しました。すごいいろんな表情を見れて嬉しい。水理科、はい、ありがとうございます。はいミキさんミキさんすごい面白いですね。ほんまにありがとう、はいこんな感じでね、私たちの初出し、はい、いかがでしたでしょうか。よかったよ、よかったよっていうことなので、はい、これからもどんどんいろんなものを初出ししていきますのでお楽しみにしててくださいということで、初出し NMB でした。すごい今のミイキさんのセリフです。そう、ミイキのセリフやなと思う。全部言ってくれてありがとうございます。本当にね、はい、はい、はい、では続いてのコーナーに行きたいと思います。せーの何が出るかな、ガチャトーク。はい、はい、このコーナーはこのガチャガチャの中に NMB メンバーからの質問が入っていますので、その質問に答えていこうというコーナーです。普通の質問もあれば無茶な質問も多いこのガチャトーク、うんうんうん、果たして今日はどうなのか早速回してみましょう。はい、では回してきます。はい、緑。はい、うーん、お、あ、はい、じゃーん。ファンの人のコメント要望に答える、メイド、メイドって感じで答える。誰からですか。ナッツです。あ、ナッツさん、すごい、なんかさ、はい、要望の要望って字違うくない。違いますね、だいぶ要望だそうです。じゃあファンの人の質問、あ質問じゃないや、コメントで、だからなんかですよね。でも2人ともやらなきゃダメんだよ。あれ私もですか。はい、ほら引いちゃったから。メイドって感じでやるんやって。どれがいいかな、なんか選んでください。今ね、ナッツさんの漢字が苦手ってことばっかですね。明日頑張れる、応援してください。メイドな感じで。メイドじゃないといけない。メイドってどういうこと。メイドって感じで、だ女性の方だったらお嬢様って言わなきゃいけないんですよ。あ、男性はご主人様ですけど、うん、だからなんとなく女か男で判断する。ラーミンさんからいただいた明日頑張れる応援してくださいにしましょうかね。ではどうぞ。待って、なんかちょっと考えるわ。ちょっと考えないと普通に応援していけないんですもんね。オッケー、はい、くれ、はい、はい、じゃあみーきちゃんのメイドの明日頑張れる一言まで3、2、1。お嬢様、明日ファイトですぞ。なんかさ、ジーヤ入ってない。ジーヤ、もう知らないですもん、だって。はい、パス。パス、パス。で、私もそんな感じ。ナーミンさん、はい、じゃあ行きます。せーの、ナーミンお嬢様、明日も頑張り勝ちしてくださると嬉しいです。いってらっしゃいませ。お、めっちゃ可愛い。すごいですね、なんか全部いいとこを持っていってくれました。すごい。次ね、はい、まだ行くんですか。あ、もう一個終わりか。もう一個、あ、もう一個、もう一個あるんですか。何がいいかな。みずきちゃん、こんなに可愛かったっけ。そんなんやんねん。可愛いですよ、みゆきちゃんは。あの、見ないでくださいって。はい、あ、お、朝起こしてパウトさん。あ、それか、今帰ってきた。どっちがいいですか。お、あ、じゃあ、今帰ってきた。はい、どうぞ。プリンさん、
プリンさんちょっとプリンさんは男性の方かわかんない。じゃあプリン様でいい。あちょっと待ってな、はい、いいかもか。オッケーで、はい、待ってダメ笑っちゃう私こういうの全然最近できるはいじゃあ、はい、じゃあミンクちゃんのメイドまで3、2、1。プリン様今帰ってきた？違いますよ。え知らんすよね。これはプリン様が今帰ってきたから。あじゃあちょっとお手本やりますわ。いきます。はい、せーの。プリン様、あ、違う。お帰りなさいませ。プリン様ですよ。あ、そういうことか。プリン様が今帰ってきて、その手を言うんです。あ、それを待ってたんか。そうです。ごめん。今帰ってきた。今帰ってきた。お帰りなさいませ、プリン様。はい。じゃあ、ってことです。うん、あ、もう大丈夫。あ、もう一回やりたいですか。やりたくない。以上、ガチャトークでした。違う。次のガチャに行きましょう。はい。初めて。プリン様、今帰ってきた。続きだ。はい。次はですね、あ、アンチュから。はい。じゃーん。わ、おすすめの映画はありますか？です。おすすめの映画、はい、あ、でも、見たい映画ありますよ。あ、おすすめの映画だから、おすすめ、あ、見たことあるのか、見たことあるとか。何の当て、そもそもわからん。ですね、あ、私最近、あ、それもお兄ちゃんに見せられたんですけど、カイジ、めっちゃ面白かったです。なんか、ワン、なんかお金のゲーム、お金、暗い、なんて言ったらいいんですかね、なんかゲームですよね。カジノとかパチンコとかそういうのにお金をかけるゲームなんですけど、うん、1は見たことあったんですけど、2、3は見たことなくて、この前見たんですけど、めっちゃ面白かったです。へえ。なんかすごいそっちの世界でのすごい深いところまですごいんですよ。興味あります？興味ある。え、なんか苦手ね、そういうの。そうなんだ。え、でもすごいね、見てみたいって思った。すごかったんですよ、本当に。もうなんか大富豪を目指すねんって。あ、そうですね、お金も稼いで、もうね、何億とかそのレベルを稼がないといけないんですよ。地下帝国とかの話があるんですけど、なんか借金まみれの人がいる地下帝国の話があって、その人たちがその借金を返せば地上に出れるんですけど、でその借金を、そこにいる仲間たちの借金を返すために、自分が地上に出てお金を稼いで、稼ごうっていう。え、すごいです。え、すごいですね。なんか今のですごく伝わりました。はい、すごい。急に敬語なんです。確かに。え、じゃあ私は、はい、アナと雪の女王ですよね。だって5回見たんですもんね。はい、5回見て5回とも泣いたんですもんね。5回とも泣きました。でも涙の量はちょっとずつ減りました。あ、なるほど。はい、2ですか。私1しか見たことないんですよ。あ、そうね、見てない。絶対おすすめです。まだ多分やってる映画館もありますので、ぜひ行ってください。出てる。出てるのかな。出てるのかな。出てない。何が面白かったんって聞かれてますよ。ストーリーとかも面白いですし、もちろん、はい、なんかキャラクター、ありきたりな答えを言ってしまった。あのキャラクターがもう、はい、ね、2からは新しいキャラクターも出てるので、みんな見てね。いや、出てる。その新しいキャラクターの声の人かな。でもね、違う、何が面白かったんですか。そのだからアナとエルサの関係がどうなのかとか、あのワンでまだアナ雪には続きがあったとか言われたじゃないですか。そうなんですよ。それで、なんかエルサの魔法が、あの、どうして使えるようになったかっていう物語を2で紹介してるので、それ皆さん見てね。あ、出てる。早いツッコミ。実はエルサ、実はエルサでアナの方が好きですか？両方好き。あ、そう、あ、でもね、あれなんですよ、映画といえば2人でね、この前映画見に行ったよね。あ、そうなんですよ。見に行ったんですよ。え、それも面白かったですよね。面白かったけど、めっちゃ怖かったで、あれは。パラサイト、そう、見に行ったんです。半地下の
韓国のドラマでめちゃくちゃ怖くてめちゃめちゃミステリーでめちゃくちゃかき回されました、頭の中を。おかつなげていやのその映画はどんな映画っていうかっていうと、すごいなんか貧しい一家とすごいお金持ちな一家の話なんですけど、なんかその貧しい一家がお金を稼ぐためにそのお金持ちな家にあのなんだろう勉強を教えに行くだったりとか、うん、お手伝いさんになる、うん、運転手になるとか言ってどん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 こう騙して、でも全員が家族ってことは言わず、うん、騙してこうお金を稼いでいくって話なんですけど、でも実話があるんですよ。そう実はそんな物事はうまくいかないしとか、あと何ですかね、その貧困のそのお金の問題、その社会問題とかも結構見たら、うん分かるんじゃないかなって感じです。はい、なんか衝撃のね、うん、間違えた衝撃のラスト10分は、はい、ぜひ映画館で見てね。出てる出てる、それにも出てる面白い、ネガティブネガティブのツッコミ面白いいやだって、まあ、あたかも出てるかのようにいやでもなんか本当にすごいんですよ、うん、なんかその貧しい家族の方めちゃくちゃ頭が良くて、ね、だからどうすればいいかとかすっごい、でもなんか確かに怖いんですけど、そうそうホラーではないので多分全然見れると思います。なんか終わった後フリーズしてしまうような気持ちになりますね、うん、なんかあーこれが映画だなって感じしました。そうそうそうそんな鹿役、鹿役かな、いろんな役で。あなるほどなるほどどうしますか、今がホラーです、やめてください、これは切り取ってホラー映画ですか、はい、そんな感じです。はい、じゃあもう一個いきますか。はい、なんかリンクさんといたら回しが上手くなりそうでもめっちゃすごいよね、リカって。いや、ね、ラジオのおかげですね。はい、じゃん、あ、さえ様から投げキッス、さえ様だ、どうします、どうぞ。投げキスしたらいいんですか。じゃあ、じゃあミキから、はい、はい、じゃあミキさんの投げキスまで3、2、1、かわいい、かわいいはい、はい、じゃあいきまーすはい、あ、かわいい、なんか、みーちゃん、私がやるとき何も言ってくれないから、あ、ほんまや、完全に私がこう切り替えてやるすごい、なんか自分のことをまた忘れちゃうの。そうですよね、ですよねじゃあもう一個いきますか、うん、はい、ラストですかね、これが。うん、またなっ、あ、しおんちゃん、今夢中になっているものは、しおんさん夢中になっていることありますか。何かな、なんか、趣味なんですか。なんかみきさんマジで生活感見えない。趣味、はい、一輪車、あ、特技、特技が一輪車で、趣味は、趣味はなんかその一緒にいる子のことを知ることじゃん。あ、じゃあそれが今夢中になっていることって感じ、うん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 、あ、なるほど、もういや私が今夢中になってることは、うん、でもなんか常になんですけど洋服とかめっちゃ好きです。あ、でも確かにおしゃれだしね。なんかマジでストレス発散方法は洋服を買いに行ってその洋服を着てお出かけすることなんですよだから洋服とか、もう超女子です、女子な回答するんですけど、うん、洋服とか雑誌見ることとか、それがもう常に自分の中での夢中になってることです。だからそれを超える夢中になってることがない今。うーん、なんかでも今だったら、なんだろう、最近だったらあれですかね、なんか TGC のその冠ライブに向けていろいろ衣装とかも考えた時に、こう誰にこう誰にこうどういうのが似合うかとか、この子にはこういうものが似合うんだろうかとか、そういうのを考えるのがでもすごい楽しかったなっていう感じです。すごい違う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 聞いてたよ、すごい
リカティスタッフさんと喋ってるよ。もう免疫通り越して。でもそんな感じですね、夢中になってるものね。だってリカティプロデュースセンスあるって書いて、でも確かにプロデュースセンスあると思った。本当にこの冠ライブ でもそれって多分、ね、自分にたくさんコンプレックスがあったから、なんですよね多分。そういう風にどうしたらこう見えるかとかをずっと、そうですかね、そんな感じです。ミークさんのプライベートを掘ってください。プライベート何聞きたいですか。家帰ったらまず何するんですか。なんかでもなんかダイブバーンってソファーにで一回跳ねバウンドしてからあの動き出すという。もうとりあえずはなんかもう帰ってきたっていう証拠を家に残さないとダメで、そっから一回やってからちゃんともう手洗いうがいって感じです。で休みの日は何してるんですか。休みの日は結構私もそのユニバーサルに行くことが多くて、そうなんですよ。意外ですか。はい、うん、そうなんですね、うん、会えるかも。もういいです、私の言葉も。あ、好きな食べ物なんですか。好きな食べ物、はい、いちご。あ、100点。ありがとう。5000人がね今突破したということでありがとうございます。ありがとうございます。ユニバーサル呼び。ユニバーサル呼び。ユニバーサル。キャストとしてやってる。あ、キャスト働いてる。働いてるかも。ユニバーサル働いてる。そう、いろんな役やってます。会えるかも。はい、なるほどなるほど。まあでもこのなんか謎な感じがね、もっと知りたいってなってみゆきさんの一つの魅力かなと思いますので、これからもねそんなね私たちのことからずっと目を離さないでください。はい、じゃあラスト回して。はい、はい、これが本当のラストです。じゃん、シンシン、しゃくれながら。やだ、絶対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 やだ。ちょっとこれだけは本当に嫌ですね。私たちアイドルなんで、ちょっと本当にちょっと、ある、むちゃぶりあるじゃないですか。なんかこういうのもうなくなりましたよってさっき会議で言ってたのに。どうしますか、やるんですか。てかしゃくれれない。シンシンのリベンジ成功って書いてある。リベンジなんですかこれ。しゃくることができない。できあるんですか。見てよ。前歯出ちゃってる。か。しゃくれない。どっちあるんですか。まあこんな感じでガチャトークはね以上になりので私たちも、ガチャガチャに入れる質問を考えます。以上何が出るかなガチャトークでした。はい、はいはい、さてさてここからは週替わりコーナーで、血液型、年齢とかまず基本的なことと、ね、いろんなことあとはこれしたら怒る、こんな性格、うん、ちょっと人と変わってることなど書いていきます。じゃあまず何から書いたらいいですかね。何を、何でもいいんですかね。3個ぐらい、大型21歳千葉県出身、大型の21歳乙女座。お腹これしたら怒る。あ、ミキさんそういう感じですね。うん、なるほど。多分全員知ってるんですよ。じゃあとりあえず私の取扱説明書を発表したいと思います。せーの、ダーン。
ミーキー、LMB48、チーム M、奈良県。これは基本情報で、取り扱い説明書っていうのは、うん、これは最初言ってるし、ここにも書いてある。あ、本当ですか。じゃあこれしたら、あ、じゃあちょっと人と変わってることを書きましょう、2人で。あ、そうしましょう。はい、そうしましょう。ちょっと人と変わってるとこ、じゃあまず私から、ちょっと人と変わってることを発表したいと思います。ドドン、毎日ベッドシーツを取り替える。なんか多分これ潔癖って言われるんですけど、そういうわけじゃないんですけど、毎日あのベッドのシーツ、枕カバー、布団カバーは洗って取り替えてます。めっちゃ潔癖なわけじゃないんですよ。別に人と同じもの食べれるし、同じものとかも飲めるんですけど、ベッドシーツ取り替えますし、あとパジャマと部屋着が別です。まず家に帰ってきてから、外に着てたものから部屋着に着替えるじゃないですか、でその後お風呂入るじゃないですか。でお風呂から出た時の部屋着はまた別の部屋着です。だって部屋で生活、外から入ってきた汚い体にあの部屋着着てるじゃないですか、でせっかくお風呂入ったのにまたそれを着るのが嫌なんですよ。だから潔癖なんですかね、わかんないんですけど、そんな感じです。でも高校の時とかもワイシャツとか2枚持っててたりしました。へー。1回多分自分が脱いだもの着れないんですよね、汚いと思っちゃって。だから体操着とかも2枚絶対持ってましたし、そんな感じ。変わってるって言われること。本当？はい、全然変わってないよ。ミーキーも着替えるよ。着替えるのは多分全員着替えると思うんですけど2個着替える。あ、本当ですか？一緒。あ、部屋着とパジャマ別。そうはい、では、はい、ミイキの、でミイキの取り扱い、はい、いきますよ、せーの、はい、じゃん。バッティングセンターはショッピングセンターの中にあると思っていた。え、本当に私はこれが思ってたことです。ちょっと人と変わってること、なんかなんちゃらセンターってなってるから、あとちっちゃい「つ」が入ってるからそう思いました。あ、だからミークさん的にはあのバッティングセンターはショッピングセンターの中にあると思って、はい、でも多分あるとこもありますよね、本当に。待って、コメントがさ、もうブワーってなってめっちゃ速くなった。あるところもありません？ショッピングモールの最上階とかに。へー、だから間違ってはないですよ。あ、じゃあ正解でした。全然変わってない。あ、本当？はい、いつ真実を知ったん？去年の春ぐらいですかね最近の、はい。なるほど。じゃあ次、これしたら怒るみたいなのありますか？私なんだろう、最近怒ったこと。なんだろうな。怒ったこと。怒ること、最近何怒ったかな。怒ること、リカティ優しいから怒らなさそうって書いてある。あ、でもめったにですね。許せないこととか。これだけ許せないんで、なるほど。私意外とね、髪とか崩されるのもそんな怒んないんですよね。直したらよくないってあんまり前髪とかバーってやられるのも別に直す、そんな怒んないんですよね。何かな、前髪平気なんですよね。なんだろうな、オッケー、書けました。では私の何でしたっけ、タイトルコール。タイトルコール。あのこれしたら、あ、これしたら、みーきちゃんのこれしたる、これしたら
起こることを許せないこととはこちら、はい、じゃん、鹿さんを追いかけると優しく触ってあげてね。あのね、動物、違う違う、いや、鹿をちょっと待って、ちょっと待って、あ、じゃあ、まあ、一旦行こう。そう、なんか、うん、ね、追いかけ回したりしちゃダメですよっていう、あの、注意版ちょっと待って、やめて、固まらんといて。いや、これしたら怒る子、あ、分かった、じゃあ、そうそう、じゃあ、鹿さんを優しく扱わなかったら怒るってことですね。ミーキが怒っちゃうよっていう意味です。なるほど、ちょっとこう斜めからこう来るタイプ。なるほど、でも確かに鹿の説明書にはね、優しく触れないといけないですもんね、はい、なるほど。じゃあ私はこちらです。はい、私がこれしたら怒る許せないこととは、汚い格好でベッドにダイブ。待って、ミーギさん来た。いや、でもベッドじゃないしな、うんうん、なんか汚い格好で、あのベッド、寝室だけは私本当に綺麗にしたいんですよね。完全にミーキです違うよ、ミーキは違う、ソファにあのやられるのが嫌ですね。でも逆になんか本当に勝手に、でも家を汚くされるとか別にそんな嫌じゃないかも。あの、どういう汚くされるかによる。例えば本当になんかソースぶちゃとか、あ、それはね、いやいや、あれですけど、片せばいいじゃんって感じですかね。うん、そう、ベッドにダイブする人いた、ここに。ベッドじゃないよ、クッション、クッションじゃない、ソファ。なるほど、なるほど、うん、ね、一回こうバウンドするだけだから。なるほど、なんか帰ってきた証拠で残したいんですよね。そう、残したいです。なるほど、なるほど、はい、ではでは、では次、テーマを、テーマ、あ、引きましょう、ここから、はい、じゃあ引きます。これからテーマをね、じゃじゃん、うん、ショールームイベントの取扱説明書。ショールームイベント、私たちがね、つい最近やってたことじゃないですかね、うん、どう頑張ったとか。なるほどそれはしおんさんに聞こう。確かに、うん、ショールームイベントにどう貢献するかはしおんさんが一番知ってる、うん、何がいいかな。何がいいかな。ショールームイベント取り扱い説明書、得たものとか気づいたこととか。あ、なるほど、はい、聞けました。では行きたいと思います、私から。はいはい、じゃん、ファンの人の温かい応援と支えが一番の調味料いかがでしょうか先生いや、いい、でもさ、確かにそうですよね、ファンの人の支えがなかったら私たちも一応取れなかったですし。そうですよ、だって朝から夜までじゃないですか、うん、その時間を、絶対みんなも眠いのにその時間をね、私たちに費やしてくださって、うん、本当に改めてファンの人との、うん、なんかファンの人の凄さとか、ね、ナンバーアイって言ってた、そう、あとナンバーアイとか、うん、あとファンの人とさらに絆が深まった感じがします。そうです、本当にね、たくさんの推しの、うん、あの、私たち以外の推しの方とかもなんか応援してくださって絆をすごく感じられましたし、なんかまああのね、ここに主、ね、主食があるとしたらそこに皆さんの調味料をつけていただいて美味しくなるというね、で料理、まあ、料理が一品、ミーキさんを召し上がれということですね。あ、ごめんなさい、ごちそうさまです。いいです、そういうのじゃないです。次行きます。はい、はい、スケジュール管理はとても大切いや、あの、本当に数字にあと強くなった方がいいかなって思う、うん、なんか本当になんか例えば、うん、何時
10時10分から30分までとか、うん、そういう簡単な数字じゃなかったじゃないですか、うんうん、なんか3時間をきれいに使うためにとか、うん、あの早くやる、あ、やばい、漢字間違えてますね、竹か、うん、竹がつきます、すいません。なんか本当に例えば何時32分から次は49分までとか、そういう感じで、うん、あとスケジュールがね、私たちお仕事と重なってたじゃないですか、うん、私なんて YNN の24時間テレビさんと かぶってたんですよ、ショールームのイベントが。だからそういう感じでなんか本当にずれちゃうこととかもあるんですけど、うん、そういうのはすぐずれたらすぐ報告、ほうれん草ですね、お報告、連絡、相談、お何だと思いました？報告、連絡、そうするなるほど、合ってる。という感じでね、しおんさんとかとみんなでめちゃくちゃ会議とかしてたじゃないですか、はい、そうなんですよね。なんかこれを機にすごいショールームさんのことが分かりました。捨て星とかなんかいろいろね、何週みたいなのとか、そういうのも全然知らなかったのね、はい、だからなんか次しおんさんとかがね、うん、なんかってか誰かがこうショールームイベントにいっぱい恩返ししたいと思います。じゃあ次のテーマいきます。はい、はい、何やいねんねんファイナルウェポン、あ、最終兵器ってことですか、うん、私たちがね、ここに書いてあるんですけど、冠ライブであのシークレットウェポンっていうあの公演名でやらせていただいて、それは秘密兵器ということだったんですけど、うん、ファイナルウェポン、最終兵器、え、についての取扱説明書どういうこと。私の最終兵器はですって、最終の武器ってことですよね、自分にとったら。どういうこと。うーん、え、何、え、どういうこと。 NMB の最終兵器はみーきさんだと思うんですけどね、私。いやいや、結構置いてるのにえ、どうし、私あります、自分の最終武器みたいな。私の最終兵器はこちら、お腹。なんかこれは本当に実感するのは、例えばこうあのお腹がねすごいくびれてるって皆さんに言ってもらえることが多いんですけど、あのチーム N の N プライド公演で後半曲からね、私めちゃくちゃお腹が出る衣装に切り替わるんですけれども、最初頭4曲とユニットは全く出ないんですよ。そういう時あんまりなんかこうみんな見てくれないんですけどお腹が出た途端めちゃみんなこう、ちょっとこうなんですよね、こうじゃなくてちょっとこう、お腹のところみんな見てくださってやっぱ出すもんはそういう感じですかね。なんかでもすごい、それ「焼けぼっくい」っていう曲での衣装なんですけど、その「焼けぼっくい」が出てからすごいなんか女の子のファンとかがめちゃくちゃ増えたりとか、あとなんか「お腹すごいね」とかめっちゃ言ってもらえるようになったのに、でなんかすごい、それ自分の自信にもつながったものなんですよ。だからあのだから、あ、そうですね、今出ましたこの写真でもお腹をね出してるんですけど、この写真は着方どう、なんか自由だったんですよ、うん、私はお腹を出そう、出せるもんは出そうということで、すごいです、お腹を私は出しましたね。焼けぼっくいの衣装もすごいの で、はい、で本当にリカティだけでワンのお腹出してるの寒くない、まあ、寒い寒い、めっちゃ寒いです、めっちゃ寒いです、ね、体調管理気をつけてね、うん、ありがとうございます。ラーメンの日まで健康でいましょう。はい、じゃあ次のみゆきさんの最終兵器はこちら。はい、私はじゃん、照明だと思います。照明、ピカピカピカって、照明の感じ多分違うなんかもうね、はい、こういう照明にしました、わざと。あ、なんで、正しい明かりってことですよね。正しい明かりってことですね。はい、何ですかこれはなんかちょっと思い浮かばなかったんです、本当に最終兵器、うん、分かんなかったんで、自分ですもんねそう、なんか分かんなかったんですけど、やっぱりアイドルをやってるたりとか、はい、なんかこういう芸能界、うん、でやっぱりこういうスポットライトがないと、うん、やっぱあれダメだなって思って照明にしました、まあ、照明さんいつもありがとうございます。自分だけのあれではアイドルっていうものが成り立たないですもんね、うんうん、衣装とか音響だったり照明さんだったりスタッフさんがあってのアイドル宇野瑞希であり、うん、清水梨花であるので、
まあ、そんな感じの私たちをね見れるのはね、うん、NMB48 の劇場公演じゃないかなと思いますのでね、随時チーム公演やってると思うので、皆さんぜひ劇場に足を運びください。運びください。誰かのためにN プライド。次引きますか。じゃあ次引きます。はい、今一番ハマっていること。え、これがさ、何どういうこと、取り扱いでしょ。なんだろう、ハマりかって言ってることか。なんだろうな、ハマってること、さっきもね、ありましたよね。今夢中になってることってね、何がいいかな。書けました。はい、じゃあいきますよ。はい、どうぞ。せーの、じゃん。リカティにハマリカティ。イエーイ。本当ですか。はい、もうなんか出会った時から本当にハマってました。本当に楽しくて、スタイルが良くて、可愛くて、笑顔も素敵で、こんなにいい人いないので、ぜひぜひ応援してね。リカのファン。リカのファン。嬉しい、ありがとうね。なんか一緒にこう遊んだりとかもして、はい、なんかどん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 なんかリカティのことが知れましたし、はい、なんか本当にめっちゃいつもね、はい、レッツパーティーとか言って、はい、すごいなんか楽しいじゃないですか、はい、陽気で、はい、とても。なのになんかこう遊ぶところは遊ぶ、しっかりするところはしっかりするといった感じで、なんかメリハリがつけられて、やけもっくいではすごく踊って、もう本当にリカのファン、リカのファンです。清水リカなんか委員の代表みたいな。代表、隠れ代表ですね、シークレットウェポンで。なるほど、はい、ありがとうございます。ということでした。でも嬉しいです、頑張ります。でも私はね、ハマってることがないので、ちょっと引き直したいと思います。ないんや。そう、なんか特にないんですよ。へぇ、はい、あ、握手会の取扱説明書。握手会書きやすそうじゃないですか、お互いが。うん、握手会、握手会ね、握手会、土日にありますよね、握手会。そうですね、たまに平日、祝日とか。どうぞ。はい、握手会の取扱説明書はこちら。早めにポチッ。いや、いや、ちょっとこれ言わせてほしい。なんか、うん、私今2部制なんですけど、なんか、なんだろう、多分最初第1次受付、第2次受付は多分まだリカティはなくなんねえよとか感じで、多分なんか後々に買おうと思ってる方がたくさんいるんですけどね。なんか意外と最近すごいありがたいことに、完売が出るのがすごい早くなってきてまして、そういう時に結構エゴ出したら、リカティの買おうと思ってたのにとか、リカティの件今日 やろうと思ってたのにとかいう方が多くて、それで結局また次回の握手会とかになっちゃうじゃないですか。なのでね、そう、なんかでもこれは多分私じゃなくて他のメンバー全員に言えることなんですけど、多分早めにポチッてした方がいいかなって、これガチの取り、ガチの説明は思います。後からじゃね、ちょっと遅い時もあるので、早売りカティですね。はい、はい、お願いします。それでは私の握手会の取扱説明書、ドーン。手をつなぎながらお顔を見るということです。あ、もうかすごい知ってくれてると思うので、はい、ね、ぜひぜひ皆さん。ミキちゃんの握手会どんな感じなんですか。私のちゃんの握手会は、うんうんうん、ディアパレードが起こる。え、じゃあみんな被るんですか。そう、あ、そうなんだ、うん、怪奇現象なんですね。え、すごい。じゃあ私もいつかミキさんのとこ並んだら、うん、鹿が生えてくるってことですか。そう、すごい。そう、
こんな感じでね、でも握手会もねたくさん2月はあるので、うん、まだ受け付けている握手もあるので、ぜひ皆さん私たちに会いに来てください。待ってまーす。はい、こんな感じでね説明書を話していきたいんですけど、これでね皆さん私たちの取り扱いはバッチリですね。以上、勝手に取り扱い説明書でした。はい、ここでお待ちかねスクショ映えの時間です。イエーイ。ショールームは生配信なのでなかなか止まっている場面が少ないので皆さんも写真に収めにくいと思います、うん、そこでこの時間をあえて私たちが止まっているポーズを撮って皆さんにパソコンやスマホでスクショしていただこうというコーナーです。私たちは頑張ってスクショ映えするポーズを撮ります。皆さんも撮ったら番組ハッシュタグ NMB48 のしゃべくりアワーでガンガンつぶやいてくださいね。はい、じゃあ次どんなポーズがいいですかね。シカポーズ。シカポーズどんななんですか。あ、こうか。シカ。これここ来たらシカじゃない。これは。かわいいシカポーズ。あのさ、リカティポーズないの。ないんですよ。ドリンクポーズとか。ドリンクピーチティー、あ、間違えた。リカティか。じゃあピーチティーを飲んだらあかんのか。だからそうです、そうです。そうです、そうです。じゃあ飲んでないですよね。飲んでない、飲んでない。じゃあ紹介すれば、リカティのことがアピールして、目いっぱいの。どんなポーズ。じゃあ次、はい、あ、ワルミ。え、ワルミこっち、こ、シークレットウェポンのポーズですね。あ、そうですね、私たちの。はいはい、ピロ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 。道に迷った時の顔。シークレットエポ。道に迷った時です。迷ったこと秘密にしちゃう。そしたら一生誰も助けてくれない。すごい早い返しがね、すごいね、本当に。やばい、ボケ担当だったはずなのに、ミキちゃんのネタのツッコミになっちゃう。あ、敬礼。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、あ、でも NMB48 のしゃべくりアワーが残りあと2分ぐらいになりました。早い、めちゃくちゃ。明日のしゃべくりアワー出演者は東ゆきちゃんと加藤優香ちゃんでございます。すごいダンサブルですね。はい、踊ったりするんですかね。ね、はちゃめちゃ、ね、じゃあ私たちね、ガチャガチャの質問を考えましょう。考えましょう。はい、はい、2枚ずつ。はい、何でもいいんですよね。何がいいかな。隣の人の好きなところ、優しいね、あのやつのがいいんですよ、本当に。プラスになること。自分は。はい、これじゃあやっていただきたいと思います。じゃん、さっきやったんですけど、メイドな感じで行ってらっしゃいませ、みーきちゃん。
これね苦手だったのでみんなにもやってほしいと思います。はい、じゃあもう一枚言いたいと思います。じゃん、おはようでこんにちは。みきちゃん、これはおはようって言いながらこんにちはの意味で挨拶するということです。それではリカティどうぞ。はい、私は、写真集をもし出すならどこでどんな風に。はい、うん、おはようでこんにちはみきちゃん。みきちゃんみきちゃんだよ。おはようで、すごい。もうね、あの考えないでこれを答えていただきたいと思います。なるほどなるほど。はいはい、そんな感じでね、誰が弾くのか楽しみです。うん、はい、ここで私たちからのお知らせです。今流れている NMB48 の22枚目のシングル初恋至上主義は絶賛発売中です。どうぞよろしくお願いします。そしてその握手会のね受付も、ね、やってたりするので、ぜひ皆さん私たちに会いに来てください。会いに来てください。はい、そうですね、この番組終了後私たちはショールームでアフター個人配信を行います。今日の裏話や話したいことまだまだありますので、うん、この後も引き続き個人のショールームでお会いしましょう。はい、ランキング発表、3位からですかね、これはこれ見えないんですよね、できないんです、うん、これ多分画面タッチできない。これスマホじゃないんですよ。そっかそっか。みきさんずっと画面これスマホじゃないんで、パソコンになってしまう。モニターです。はい、じゃあ、3位、クアルさんです。ありがとうございま す, います。2位スミスさんです。ありがとうございま す, います。そして1位は麻生さん。ありがとうございます。全員ね呼べなかったんですけど、はい、ちゃんと皆さんのコメントもぜひ、届いております。星などもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて皆さん今日の放送はいかがでしたでしょうか。たくさんの方が見に来てくださってました。パソコンの方、パソコン、スマホともに画面右上にあるハートマークがあるのですが、それを押すとこの番組をフォローすることができます。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきますので、うん、次配信があった時に見逃さないためにもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。皆さん、本日はありがとうございました。ここまではリカティこと清水リカとミキこと宇野瑞希でした。バイバーイ。またねー。またねー。バイバーイ。ありがとうございました。